越生町ではきょう夏休み中の子どもたちが自動車が動く仕組みを学びました。きょうは町内の小学生およそ30人が参加しました。講師を務めたのは自動車整備士を目指す生徒たちが通う地元の清和学園高校自動車科の小柳敦史学科長です。小さい頃から車の魅力に触れてもらい、若者の車離れを解消しようと企画されました。子どもたちは初めにエンジンを動かして走る、ハンドルを回して曲がる、ブレーキをかけて止まるといった車の基本的な仕組みを学びました。その後、自動車科の生徒のサポートを受けながら、タイヤやボディを組み立てる車の模型作りに挑戦。模型を完成させると、うちわで仰いで動かし、速さを競うなどして楽しんでいました。中身とかいろんな構造を知れてよかったと思います。もともと細かい作業をするのが結構好きなので、小さい頃からやってたので、面白かったです、すごい。